おはようございます。今日は皇居ランこちらの神田ラフィネから皇居4周ですね、2周で10キロこれを2本。おはようございます。青木くんはなんとまだ大学生。大学生ですね。何かやりたいなって思ってたのと、ちょうど水泳と自転車をやっていたので、ランという最後のピースを埋めるために。なるほど。トライアスロンと言いますと、やっぱり40代50代ぐらいの男性がすごいメインストリームという感じの競技なんですけれど、チームとしてはなるべく若い人にチャレンジしてもらいたいなという、まあ、思いもありまして、20代前半とか若い子が増えてくれるとすごく嬉しいなっていう感じです。お願いします。ゆるっと走って、まあ、ダウンがてら5キロで、まあ、体調を見てペース上げる人が3周目で、4周目まで突っ込んでいってもいいですし、そこからダウンに入っても OK です。今ちょはい、じゃあまず5キロアップいきます。あ、左上やん。トライアスロンやろう。はい、2周終わりました。プラスアルファでもう2周ないし1周頑張ります。頑張ります。最後アンプル富士山。富士山横トラどうでしたかね、終わって。いや余裕でしたね。余裕でしたね。もう1時間半切ってありました。1時間半。ああ。じゃあ僕が見たリザルトはあれは嘘ですね。そうですね、多分僕が早すぎて見えてなかっただけで、あ、計測チップが追いつかなかったんですね。あ、なるほどなるほど、すごい自信だ。青木さんは今まで最長ランは何キロぐらいですか。10キロぐらいです。おお、じゃあ今日記録を更新します。4分近いぐらい。頑張りましょう。頑張りましょう。で、ここの平均。じゃあ行きます。お願いします。都会を走るの気持ちいいですね。気持ちいい。4周お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスランでした。ナイスランでした。ナイスランでした。特に話すことないな。疲れましたね。疲れましたね。まあ、横虎が終わってちょっと一段落したんで、また一から体作り、基礎からしっかりやっていこうかなと思います。はい、おざます。最初はペースを追いかけるよりも長い距離ちゃんと動けるようにした方が、ね、少しずつ上げていく。急に上げるとみんなやっぱすぐ足痛めちゃうから、積んでいきましょう。積んでいきます。特と距離を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 。はい、ということで今回青木くんは3周15キロ走りました。最長距離かな。最長距離ですね。最長距離ですね、はい、お疲れ様でした。一人で15キロ走るのとこうやって、まあ、仲間と走るのとはまた全然違うと思うので、いや違います。はい、早く走りました。いつもより、いつもより早く走れた。あ、素晴らしい。今日の呼吸、アミノバイタルとインプロテインスーパーでございます。こちらはコンビニで買えるプロテインバーの中ではタンパク質 20g、 これはもうトップクラスです。ただカロリーもちょっと高いんで、そこだけちょっと要注意ですけど、プロテインって美味しくなりましたよね。はい、普通にチョコバーで美味しいです。はい、ということで今日の皇居ラン終わりです。また次回の練習でお会いしましょう。お疲れ様でした。